はい、ユッキーです。今回は、牛乳レビューということで、以前、知ったんですが、こちら、高梨の低温殺菌牛乳というね、普通のね、牛乳のね、まあ、こっちが普通の、成分無調整の、値段がだいたい160円ぐらいで、売ってるスーパーでね、売ってるやつ。で、こちらがですね、なんと、値段が100円も高い、260円で売ってます。うん。で、これ何かっていう話なんですよ。こちらも、成分無調整で生乳 100% 使用。種類別は、牛乳。で、さらに遮光パッケージを使用。と書いてありまして、そこら辺は、だいたい同じなんですけど、この詳細のところに書いてある、殺菌という、項目があってですね、ここに66度で30分間って書いてあるんですよ。で、一般的な牛乳はですね、こちら、殺菌のところ130度で2秒間と書いてあるんです。つまりこの殺菌方法が、まあ、この通り低温殺菌で、されてると。これ何が違うのかというと、味がね、味が何が違うのかということで、まあ、飲んで比べてみよう。比べてみましょう。うん。ちなみにこちらが、製造者が、高梨乳業株式会社、岩手工場、岩手県にある会社ですね。そして、あと先ほど、言わせてたんですけど、こちら、値段が100円高い上にですね、なんと消費期限がですね、これ、すごいんですよ。これ、今発見した。ここに消費期限って書いてあるんです。で、こっちは、なんと、賞味期限なんですよ。つまり、消費期限と賞味期限、皆さん違いわからない人、まあ、いるかもしれないんで言いますけど、消費期限っていうのは切れたら、マジで体、飲んだら、体を壊すっていう、下痢とか、嘔吐とかするレベルの、あれなんです。で、賞味期限っていうのは、この期間が過ぎたとしても、まあ、味がちょっと落ちるぐらいで、ぶっちゃけ健康には大して、影響ないと。で、こちらがなんと、今現在、3月20日まで、今18日で、俺昨日買ったんで、実質消費期限が3日しかないという、とんでもない、牛乳です。こっちは、3月の24日。だからこれ買ったのがまあ1週間前ぐらいですから、まあ、1週間ですかね。賞味期限1週間、購入後1週間ぐらい。その半分しかない上に、さらに消費期限となっているという、とんでもない、はい。つまり、さっさと飲まないと、大変なことになるということです。それでは、牛乳マニアのユッキーさんが、どれどれ飲んで、飲み比べてみますか。さすがにここまで値段変わったら、お前、あれだろ。100% もう、俺みたいなバカ舌でも、あれやろ。さすがにわかるべ。さすがにわかるべ。まず普通の牛乳から。乾杯。まあまあ普通ですよ。うん。まあ成分無調整っていうのが、それ以外でもね、例えば 3.6 牛乳とか、3.7 牛乳とかって書いてあるんですけど、そういう牛乳の場合は、この乳の脂肪分が、まあ 3.6 とかに固定されてる。で、この成分無調整はですね、これ季節によって変わってくると。まあ、牛乳さん、じゃあ、牛の、その、ね、まあ、体調とか、その、なんか、あれ、あるでしょ。そういうこと。だから、夏と冬では、味が全然違うってことですね。それでは、こちら、いただきます。
乾杯。え？まさか？全然わかんねえ。そんなバカな。そんなバカな。バンナソかな。バンナソかな。え、マジで？そう。これさ、これさ、ホットミルクにして飲んだらうまいんじゃない？とりあえずストレートで飲んだ感じ全く変わんないです。これ。やべえ。やべえ、これ俺がバカ舌を自分で認めじゃねえ、実験で証明してしまったという。まあいいや。こちらは遮光パッケージ使用って書いてあります。うん。高梨低温殺菌牛乳の取扱い上の注意点。殺菌温度が低く、品質劣化、かっこ塊分離が、生じやすい傾向にあります。必ず冷蔵保存、かっこ10度以下してください。ちなみに、ここに書いてある詳細のやつを読みます。無脂乳固形分が 8.4% 以上、乳脂肪分が 3.6% 以上、原材料名が生乳 100%、で、容量が1000で、あった。自然の甘み、愛情製法、ごくごくすっきり。愛情製法その1、66度で、30分かけて、ゆっくり優しく、愛情込めて、殺菌しました。その2、遮光パッケージ。光による風味を変化を抑えるために、遮光してあります。で、その3が酪農家。岩手県勝なんとか市の、酪農家により、惜しみない愛情を注がれた乳牛に、搾乳した生乳を使用しました。で、あと栄養成分とかも多分違うと思うんだよ。栄養成分、ちなみに、コップ一杯あたり、過去 200cc あたり。エネルギーが、こっちですよ。こっちが137キロカロリー。で、こっちが138キロカロリーと1カロリーしか、1キロカロリーしか変化なし。で、炭水化物が、こっちが 10.0 グラム。で、こっちが 9.9 グラムと 0.1 グラムしか変わってない。これもほぼ変わんねえな。カルシウムも227ミリリットル。で、こっちも227ミリリットル。で、食塩相当量が 0.2 グラム。で、こっちも 0.21 グラム。食塩入ってんだな。わかんねえけど。タンパク質が 6.8 グラム。こっちが 6.6 グラム。脂質が8グラムで、こっちが 7.8 グラム。ほぼほぼ変わんないですね。マジで？全然変わんねえじゃん。まさか。これはまさかあれが出るか。じゃあホットミルクいただきます。
あ、全然わかんねえわ。うん。これはあれだ。わかった。これ、一つわかった。これ多分、いわゆる、なんていうの、金持ちしか買わない、これ、多分。なんだっけ、成城石井とかのスーパーで買い物するような人が、セレブが買う牛乳ですね、これ。はっきり言って、全く品質は、てか味はほぼ、わかりません。うん。ホットミルクにしても何も知らん。わかんない。全然わかんない。うん。おかしいな。なんかね、すげえ味が違うって思ってたんですけど、ぶっちゃけ、あ、違う。こっちの方がうまい、逆に。逆にこっちの方がうまいぞ。こっちの方が甘い、なんか。お？うん。こっちは甘くないですね。こっちの方が甘い。むしろ俺こっちの方がうまいわ。甘さがある、こっちの方が。うん。あ、そう考えるとこっちの方が風味がいいぞ。まさかの。うわぁ。こっちはね、風味が弱い。で、水みたい。言っちゃうと。鼻つまんで飲んだら多分水とわかんないですね。牛乳ってわかんないでしょ。うん。確かになんかスッキリしてるような感じはあるな。あ、でもやっぱこっちの方が甘いわ。うん。甘みがある。ということで今回こちらね、牛乳、飲み比べしたわけですが、まあ皆さんもね、ちょっと俺のバカ舌の可能性ありますから。ね、普通のね、牛乳よか100円高い。こちらの方ね。まあ、スーパーで見かけた際はね。まあ、実験にちょっと買ってみてもいいんではないでしょうか。まあ、個人的にはもう二度と買う気はしないですね。うん。これはもう、カイドが星一つ絶対に買わない。それではご視聴ありがとうございました。